それでは第19回プロキオンステックス。こちらの予想を始めたいと思います。えまあ今のところ一番人気はベストウォーリアですね。まあこの馬自体どうかっていうところですけれども、まあ結構東京で走ってるのはまあ決闘の衛星もあるかなというところですね。まあ、このレース自体が中京に変わってからの傾向は まだ、えー、2年しかないのですそんなにはないんですけれどもまあサンデーの中でもダート走るようなタイプとかキングカメハメハまあそういった、まあ、芝も走れちゃうような馬が、まあ、結構結果を残すというあたりでちょっとベストウォリアは、えーは結果的にも違ってくるかなというあたりでまあこの馬は、えー、実力的にも今抜けてるということもないので、まあ、切っていきたいなというところになります。 そうしますとどう狙っていくかというとこですけれどもまあ父もアグネスタキオン母父もマキャベリアンというあたりでダートも走れるよというあたりですねまあこの馬自体もアグネスタキオンももちろんダート得意ですしマキャベリアンもミスプロ系というあたりでですねまあ決的にも問題ないまあ 条件的にはサンデーの血を持ったダーと系というあたりでぴったりかなというところで、えー、この馬を狙っていきたいと思います。金、まあ、相でも結構構構想しているというあたりでですね。えー、今回でもメンバーは手薄なので、まあ、結構目はあるんじゃないのかなというところですね。えー、まあ、騎手も海老名騎手というあたりで期待していきたいなというところですね。 えー、まあ対抗には9番のダノンカモンまあこの馬自体、えー、去年ですねプロキヨンステークス3着まあ追い込んで追い込んでさしてきて、まあ、3着まあコース的にも、えー、連チャンあるんじゃないかなというコースなんで、まあ、去年と比べて出来がどうかというところは 確かにありますけれどもまあほぼ一緒ぐらいの出来できてますので今回も前で行って粘,れ粘り込めばまあ十分馬圏内はあるだろうなというところでまあコース適正ですねまああるというあたりでまあ今年も狙っていきたいという馬ですねまあ前走もまあ凡走はしてますけれどもまあローカルの方では走ってますのでまあ、改めて、えー、中京に戻ってきて代わり一辺あるだろうというところで 狙っていいいきたいと思いま,すまあ他には、まあ、金層、まあ、ちょっとパッとしないところではシルクフォーチュンの追い込みですねこういうところも、えー、まあ抑えていきたいというところになりますし、まあ、芝でも結果は出てはいないんですけれども上がりタイムとしてはまあまあ優秀なところを出してますのでこういう、えーまあ、今回のレース自体が結構前に行くタイプ多いので、えー、追い込みが炸裂すれば、まあ、一発あるのかなというあたりで人気も薄いというあたりで。 こういう馬を狙っていきたいですね。まあ他には、11番アドマイヤロイヤル。まあこの馬自体も去年制しているというところありますので、コース適正ですね、やはりあるというところで、まあ今年も狙っていくというところですね。アドマイヤロイヤル自体は一昨年の方も2着してますので、まあこういうふうに連チャンする可能性が高いレースなのかなというあたりで、 まあ去年の実績は拾っていきたいというところになりますね。まあ、えー、予想としては以上になります。ご視聴ありがとうございました。